ワンボールワンフライ、ライオンズも4月とも高松の高級店で払ってしまっているから何とか捕まえられるように捕まえたいと話していました。いつでも捕まえられると思っていると捕まえられないタイプのピッチャーだと話しています。